沖縄そばゴーヤーチャンプルーとオリオンビールは、いずれも沖縄の食卓で、定番沖縄料理は沖縄県の郷土料理のこと。琉球料理とも呼ばれるが、この場合は琉球王朝時代の宮廷料理を指すことが多い。琉球王国時代から連綿と続く沖縄の伝統的な琉球料理は、2019年に日本遺産として認定された。 沖縄県は日本本土と異なり平均気温が高く、四季が比較的不明瞭な気候であるため、亜熱帯性の食材が多く見られる反面、冷涼な気候に適した食材は栽培、入手がしにくい土地柄である。使用される野菜類が本土とは異なり、消費量日本一の干し椎茸を除けば、キノコ類の使用も少ない。また、亜熱帯に属するが、 香辛料はあまり使用されず、伝統的な味付けは塩、味噌、鰹節、昆布を多用する日本料理の範疇に収まるものである。しかし、豚の出汁をよく利用する点で本土とは大きな違いがある。また、海に囲まれた多頭の県であるが、手の込んだ魚料理はあまり発達していない。沖縄は、 明治時代になるまで、日本本土の朝廷や武家政権の直接統治下になかった地域である。1609年に、薩摩が琉球振興を行い服属させたが、清との長工貿易を続けさせられた。また、日本本土では、律令時代から江戸時代に至るまで米に基づく税収を安定的に確保する、関係上、十肉食を禁止。 制限する命令が何度も出されたことにより、米が貨幣にもなる神聖な作物として位置づけられる一方、肉食は稲作農耕に害をもたらす穢れとされ、長らく近畿とされてきた。しかし、沖縄は米を税の中心として位置づける、日本本土の政権の統治下になく、肉食が穢れとみなされなかったために、豚、ヤギなどの家畜を肥育して、食用とすることに、 抵抗のない食文化が存在していた。琉球王朝時代には、外交上の必要性から、薩摩藩や、交易範囲の中国、東南アジアなどの影響を受けた。特に、中国からは、異色道源の思想を受け、薬文、シンジム文と呼ばれる、民間療法的な料理も多く伝えられている。かつて王族や上級士族が居住した種里では、中国料理の影響を大きく受け、 洗練された、宮廷料理が、また戦前までは、男性の社交場でもあった、辻遊郭では、華やかな宴席料理が発達し、久米に定住した、神の末裔は、中国由来の行事料理などを伝えた。沖縄の伝統的な食文化には、地理的に近い薩摩料理と福建系の中華料理の影響が強いが、歴史的経緯により、食材の流通ルートや、 交易範囲が変化したことも大きく影響している。黒砂糖の代価として運ばれた昆布や鰹節は、北海道、薩摩などが産地であるが、沖縄料理に欠かせないものとなった。また、気候、流通的な理由により、保存性に優れた乾麺やふ、海藻といった、乾物、塩漬けの豚肉などを用いた、独自の料理が発達した。さらに、 石灰岩室で稲作にはあまり適さない土地柄のため、戦前は上流階級以外は干渉主食とし、第二次世界大戦後しばらくは、米軍の配給食に依存した食生活であったことも、本土とは異なる点である。日本に組み入れられた、明治以降は、本土の一般的な食文化にも影響を受け、沖縄蕎麦など明治以降に誕生した料理も、 現在では広く沖縄料理として認識されている。1895年に台湾が日本統治下に入ると出稼ぎ労働者として沖縄県民が台湾に渡り、台湾人も沖縄に渡航して料理店を開いたり、パイナップルを栽培するなどの交流が深まり、沖縄の食文化も台湾料理の影響を受けた。また移民が奨励され、多くの県民がブラジルやハワイ、 フィリピンなどへと渡航したことで、これら地域の料理が紹介され定着している例も見られる。第二次世界大戦後は、米軍の軍政下に置かれ、アメリカから配給や輸入された、保存食のポークランチョンミートや、各種の缶詰料理も定番化した。アメリカのハンバーガーチェーンの進出は、本土より早く、県民はアメリカナイズされた食生活に馴染んでいった。 また、戦前の芋類を主食にする食習慣に変わって米や、小麦の粉食を主食とする食生活に変わっていき、タコライスなどの沖縄独特の米料理もよく食べられるようになっていった。本土復帰後は、本土の食品産業、外食産業の進出によって、他府県の食文化との差が少なくなる傾向にあるが、現在も県民の食生活には、 本土の和食とは異なる沖縄料理の伝統が健在で、米軍統治下のアメリカ文化の影響も色濃く残っている。なお、本土では一般的に東の豚肉、西の牛肉、九州の牛肉と一人当たり消費量をもとに肉食の思考が言われるが、沖縄県では豚肉の消費量が多く、全国2位で、ベーコンやその他の豚加工肉の消費量では、 全国一位である。また、内臓、耳、顔などの部位も食用にし、骨もスープを取るのに利用される。なお、アメリカの軍政下に置かれていたにもかかわらず、パン、牛乳、チーズアイスクリームなどの消費量は少ない。また、鰹節の消費量は日本一であり、2002年の総務省による統計では、一世帯あたりの消費量が、 全国平均で 390g であるところ、沖縄では 2778g にも達する。また2010年から2012年の政令指定都市における二人世帯の購入金額平均を金額ベースで見ても、全国平均で932円のところ、那覇市は3332円と3倍以上。 時点の静岡市の1571円と比較しても2倍以上である。鰹節自体も日本本土で一般的に使用されているものとは異なり、カビ漬けを行わないブ節である。鰹節自体のサイズも関東向けのもので 200g 程度であるのに対して沖縄向けは 500g と大型のものが用いられる。水分含有量自体も 通常17%から20%であるところに、対し、沖縄向けのものは20%から22%と、若干高く、手触りも柔らかい。ものによっては25%から28%にも、達するというが、それは、相当に魚臭いものである。なお、沖縄でも、宮古島などで、鰹節は作られているが、需要量の問題からか、 市場に出回るものは沖縄向けに加工された鹿児島産のものが多い。ラフテー中身汁沖縄で最も日常的に消費される畜肉は豚肉である。沖縄本島では18世紀頃から家庭でも買われるようになったが、戦前までは肉は滅多に口にできない貴重なタンパク源であり、豚は気温の低い冬、特に正月に向けて屠殺し、肉は 塩漬けにしたり何度も火を通しながら少しずつ大切に食べた。また、沖縄の食文化は中華料理の影響を受け発展したため、中国と同様、ひづめと鳴き声以外は全部食べると言われるほど一頭の豚を文字通り頭から足先まで料理に使用する。調理方法は中華料理に似るが、料理師として泡盛を用い、八角や ココオコナなどの香辛料は用いられない。有名なのは、バラ肉の角煮であるラフテーやバラ骨の部分を煮込んだ早期であるが、耳たぶの部分を食べる耳がや、同様に頭部の皮を利用したチラガーなども有名である。基本的に、豚肉を料理する際にはよく煮込んで、また料理によっては茹でこぼし、悪と一緒に浮き出た脂肪を取り除いてから用いる。このため、 余分な脂肪が抜け出て健康的な料理になると言われている。例えば、豚足の部分を毛を処理してからじっくりと煮込んだアシティビチは油分が抜け出てコラーゲンが豊富に残留しているため肌の美容に良いとされている。また、内臓は中身と呼ばれ、イリチと呼ばれる炒め煮にされるほかこんにゃくや昆布と共にすまし汁に仕立てた中身汁と 呼ばれる吸い物などに利用されている。バラ肉の塊を塩漬けにしたスーチカー、甘い味噌と脂身を合わせて作る、アンダンス脂身をいって乾燥させたアンダカシーなどの保存性の、ある加工品にしたり、本来は廃棄物である骨の出汁殻を再利用した、骨汁や血液も、チーリチーとして食べるなど、豚肉料理のバリエーションは非常に多彩である。 しかしその一方で、他の地方で、一般的なロースやヒレなどの生肉部位は、冷蔵技術がなくては保存しにくいため、ミヌダルなどの宮廷料理を除いては、沖縄料理の素材として使われることは、ほとんどない。近年は、絶滅寸前だった小型の在来豚であるアグーの、飼育が進められ、沖縄の高級ブランド豚肉となっており、外食店を中心に広まっている。 ヤギの刺身肉料理にあっては、ヒージャーも特筆すべき家畜である。ヤギ肉料理の専門店が存在するほか、かつては祝い事の際などに振る舞われることが多く、現在でも農家では自家用にヤギを飼っている例も珍しくない。父は飲まず、主な料理法は刺身とヤギ汁であるが、いずれも独特の臭みが非常に強く、好き嫌いが分かれる食材であり、 生姜やフーチバーで臭みを消して食べる。ヤギ料理は、滋養競争に良いともされており、ヒージャーグスイという言葉も存在する。沖縄本島では、塩味のヤギ汁が主流であるが、奄美大島、宮古島などでは、味噌を入れることもある。牛肉は、戦前には、廃用とされた、濃厚牛の肉が出回る程度で、食用としてはほとんど流通していなかった。 また品質も劣悪であったため、豚肉や鶏肉より安く取引されていたという。こうした肉を用いた沖縄料理として、唯一存在するのが、ヤギ汁と同じように内臓を含めた、褐色部位をごったににした、牛汁である。ステーキは、米軍統治時代に広く普及し、輸入肉を使用した廉価なステーキ屋は、現在も、非常に多い。本土復帰後は、 石垣牛を筆頭とする和牛の生産も盛んであるが、基本的に換金家畜であるため県民の食卓に登ることは稀である。観音アヒルと呼ばれるバリケン種のアヒルは家金として古くから飼育されていた。喘息に効くと信じられており、現在もアヒル料理を出す店がある。馬肉も食用とされたが、一般的なものではなく、 ヤギ、牛、アヒルなどと同様に、馬汁として飲み食べられる。近年では、本土産の馬刺しを提供する店もあるが、沖縄の食文化ではない。南米に由来する、外来料理ではあるが、ニンニクを詰めた鶏の丸焼きは、人気が高く、沖縄本島各地に、多数のローストチキン専門店が存在する。西表島や石垣島では、イノシシ漁が行われ、 刺身や炒め物、汁などで食べられる。北部の名護市周辺地域では、ヒーイトゥーが食べられる。漁獲制限のため流通量は少ないが、八重山地方を中心にウミガメ料理を出す店もある。禁漁となる以前は、ジュゴンも食用とされていた。近年では、ほとんど見られなくなったが、かつては、ヤギ汁の代用として、犬がしばしば用いられ、猫もマヤーのウシルなどにして食べた。 農村部や離島の一部ではこのような風習が残されている例もある。人参と鶏卵とツナの人参しりしり野菜類は油脂を用いた加熱調理が基本であり、野菜炒めに類する料理は非常に頻繁に用いられる。食堂のメニューで単におかずと記載されていれば、ほとんどの場合野菜炒めに卵焼きなどを乗せたものが出てくる。沖縄独特のものとしては、 ゴーヤー、タマナー、マーミナーなどを島豆腐とともに、強火で炒めたチャンプルー、月木を用いて、千切り状にしたデークニーや、パパヤーなどにだし汁を加えて入りつけたイリチー。同じく細長くついたチデークニーをケーランとともに、炒めた、シリシリーなどが、代表的である。大根、人参ごぼうなどの根菜類と三枚肉や豚足、昆布、こんにゃく、かまぼこ。 豆腐などを炊き合わせた煮付けもポピュラーな料理で、多くの食堂で提供されている。ナーベーラーを食用にするのも沖縄県から東南アジアにかけての特徴であり、豆腐などとともに、味噌身の蒸し煮にするナーベーラーアンブシーなどの料理がある。ドゥルワカシーを油で揚げた、ドゥルテンタロイモの一種であるターンムも、伝統的な食材であり、甘く煮た、輪楽や、 豚肉や野菜と一緒に炒めながら、ペースト状にしたドゥルワカシーの材料として用いられる。また、フーチバーは、薬味として多用される。煮物や汁の材料として、渋いや、チブル、モーイがよく使われるほか、ダッチョウ、ニツナバー、シマナ、ジャナ、ハンダマ、サクナ、ハマホーレンソウ、ニンブトゥカー、クワンソウ、イーチョウバー、アキノのゲシなども、食用とされる。 うんちえ、うりズン、カンダバあ、まっこインミズナ、アロエ、オ谷タニワタリ、アダン、ヘゴなど、南国独特の食材も見られる。反面、沖縄では、取れない本土の野菜は輸送費がかかるために高価であり、また、気候のせいで痛みやすいこともあって、きゅうりやトマトなど一部を除いては火を通さない野菜を、食べるという習慣は近年までなかった。レタスなどが、 おでんやにつけ、汁物に使われるのも現代の本土とは異なる。八重山列島には独特の精進料理が存在し、一部の料理店などに伝えられている。これは、琉球王朝時代に、薩摩や朱里の役人をもてなすための接待料理として、発達したものである。ジーマーミ豆腐全術のように炒め物のチャンプルーに、使うしっかりした、島豆腐がある一方で、おぼろ、 豆腐よりも柔らかい、油脂豆腐もよく食べられている。豆腐を紅麹と泡盛りに漬け込んだ豆腐用も沖縄名産として名高い。また、大豆ではなく、落花生を使ったジーマーミ豆腐も風味豊かな郷土食である。沖縄県では、小麦の栽培はされていないが、小麦粉から作る麩を使った料理もポピュラーである。車部に卵液を吸わせてから炒めたフチャンプルや、 ふすまいりちーは、家庭の総菜としてよく食べられている。長期間保存できるふすまは、台風の多い沖縄では、重宝された上、北前船の航路の影響や、戦後に、アメリカからの援助物資として、手に入りやすかった小麦粉を使ってふやが、うごのたけのこのように現れたことも関係しているかもしれない。グルクンの唐揚げマグロの目玉。道の駅マンお魚センターにて、 イラブージル沖縄県の魚介類消費量は全国最下位で本土の46都道府県と比較して圧倒的に少ない。沖縄県周辺で獲れる魚はカツオなど一部の例外を除いては本土では見かけない亜熱帯独特のものが大半を占める。グルクン、ミーバイ、イラブチャーなど一般に脂質が少なく淡白な魚が多いため。 唐揚げやバター焼きなど油を用いた料理や、野菜などと一緒に煮込んだ味噌汁などの料理法が主流である。ただし、食味の良いものや新鮮なものは、刺身や素材の風味を生かして、塩味で蒸し煮にした、マース煮などにも用いられる。赤人味梅、赤町、マクブは、沖縄三大高級魚と呼ばれる。マグロの漁獲量も多いが、一般に、 北の魚場で採れるものよりは身に、締まりがなく、油のりが悪い。本土では、食用として流通しない小型のトンボマグロが安く、流通している。汁物では干したイラブーを煮込んで、汁にしたものや、イカを炭ごと汁物にしたイカの牧獣、アバサー汁などもある。野工街やシャコ街の刺身や、炒め物などの料理も、独特のものである。 魚の加工食品としては、スクを塩漬けにした、スクガラスや、さつま揚げの原型ともされるチキヤギ、かまぼこなどがある。かまぼこは、生命祭や、旧盆の重詰めには欠かせず、本土のかまぼこよりも色のバリエーションが多い。なお、刺身を食べる際に酢味噌や酢醤油を用いることが多いが、これは、魚の傷みやすい南国ならではの知恵の名残でもあると、言われている。 またツナの缶詰がチャンプルー、平屋アーチーや味噌汁の具、煮物に使用される。なお、漁港の数は、高知県と並び88港で、国内13位。特定第3種漁港はなく、第3種漁港が1港、第2種漁港が4港で、残りの83港が、沿岸漁業や、立島の漁港である。すなわち、他県と沖縄で、水揚げされた。 魚介類を流通のやり取りはあまり行われず、消費される魚種が近海物に偏る傾向が大きく、また近海物の魚介料理が捨てれずに残っている、要因にもなっている。ターイユや、クウイユなど淡水魚も昔から食用とされ、昔はカタツムリを食べることもあった。また、鰹節に熱湯をかけ、味噌、または、醤油で調味して食する。 カチュユも一般的な軽食である。魚介類の消費は少ないものの海藻の利用は盛んで、スヌイは酢の物のにし、アーサは汁に入れるほか、いずれも天ぷらの具にしたりする。ひじきも栽培されており、猛も地域によっては利用される。海ぶどうも独特のものとして、土産物などとして珍重されている。また、空母を利用した料理が盛んで、出汁に使うほか、 しめ昆布を煮物や炒め物に用いたり、千切りにして、空ブ入りチーと呼ばれる入りチーや空ブジューシーになどにする。沖縄県の昆布の消費量は、全国でも富山県と1、2を争う多さである。沖縄県で昆布が生産されないのに消費量が多いのは、江戸時代、日本から清への輸出品として、沖縄に運ばれた。 北海道産の昆布が用いられるようになったからだとも、北前船によって大阪に運ばれた昆布を、薩摩の商人が沖縄の黒砂糖と取引したからだともされている。悲願、生命祭、旧盆などに使われる沖縄独特のお供え料理。シミムンクワッチーなどとも呼ばれる。地域や戸中節目により多少の違いがあるが、伝統的には四段がサねで、 二段が白餅、残り二段には五社味が、五番目状にきれいに並べて詰められる。戦前までは、那覇や朱里といった、都市部を除く地域では、サツマイモや雑穀などを主食としていたために、米を用いた料理はあまり発達しなかった。宮廷や料亭では豚飯、なめし、鶏飯などと呼ばれる汁かけ飯も提供されたが、現在ではほとんど捨れてしまっている。 家庭でのごちそうとして代表的なジューシーは、フーチバーなどの野菜や、野草、チンヌク、ひじき、豚肉などを米と一緒に炊き込んだもので、おじや状のものをボロボロジューシーあるいはヤファララジューシー。炊き込みご飯状のものは、クファ、イーコール硬いのいジューシーと呼び分けることもある。食堂などでは、白飯と赤飯、ジューシーを選べることもある。20世紀に誕生した、 米料理としては、アメリカ風タコスの具材を、ご飯の上に乗せた、タコライスが有名である。また、野菜炒めを卵とじにして、ご飯の上にかけたものをちャンポンと呼称するほか、カツ丼に、人参やキャベツ、ニラ、青菜など多種類の野菜が入るなど、名称は同じでも、本土とは違った形の料理となっていることも、珍しくない。琉球王国に属さなかった、 大東諸島には八丈島からの移住者によりもたらされた独特の食文化があり独特の大東寿司が名物になっている沖縄県の餅は中国などと同様に餅粉を練って蒸したもののことを指し日本本土で一般的な蒸した餅米をついて作る粘りのある餅は存在しないこのため正月の雑煮や餅つきの風習もない餅は 冠婚葬祭のお供えに欠かせないものであり、行事ごとに、独特の餅が作られる。月頭の葉で包んだちまきに似た、カンサムーチー、正月を祝う味噌みのなんとゥ十五夜のお供えに、使われるふちゃぎ、屋敷五眼に用入られる、うちゃぬく、四十九日の法要に備えられる、骨餅など、本土にはない種類の餅も多数存在する。小麦粉を溶いて、 ツナ缶やニラと混ぜ、薄焼きにした平屋アーチーは、軽食としてポピュラーである。また味噌や砂糖で甘みを加えたクレープ状のポーポーや、チンビンはかつては、宮廷料理や、祭日の料理だったが、今日では、子供のおやつとして知られる。沖縄の天ぷらは、衣が厚く、出汁や塩などで味付けされているため、天つゆはもチーズそのままの状態で食べる。好みにより、 ウスターソースをつけることもある。用いられる食材は魚、イカ、芋、野菜、もずくなどが代表的。惣菜として冷めた状態で食べることも多く、おやつや間食としてもよく食べられる。専門店が多数存在する他パーラーや弁当や鮮魚店、食堂などで販売されており、店先で食べるほか持ち帰りやお使い物としても用いられる。また、 行事の際には、仕出し屋で、十メやオードブルとして販売される。そうめんに代表される、乾麺類も、保存食として常備され、かつてはそうめんを入れるためのそうめん箱がどこの家庭にも、あった。食べ方は、油で炒めるそうめんたしやが主であるが、味噌汁や吸い物の身として使われることも多い。そうめんと具を上品な汁物仕立てにした類常民は、宮廷料理で、 婚約の席など祝い料理として作られる。沖縄蕎麦と恒例ぐすの小瓶沖縄蕎麦は中華料理に由来する麺料理が本土におけるラーメン同様、明治以降に独自の地域的変化を遂げたものと考えられており、沖縄県では蕎麦屋といえば沖縄蕎麦屋を指すほどポピュラーなものになっている。麺は中華麺の一種であり、蕎麦粉は用いない。これを 豚やカツオの出汁で取ったスープで食べる。具はかまぼこに、小口ネギ、豚の三枚肉などであるが、早期そばや、ティビッそば、アーサやフーチバーなどをトッピングするバリエーションもある。また、宮古諸島や八重山諸島にも、独特のそばがあり、宮古そば八重山そばとして親しまれている。なお調味料としては、明治以降に普及した。 コーレグスというものが用いられることが多い。沖縄そばの麺は焼きそばとしても用いられ、トマトケチャップ味、ソース味、醤油味、塩味など様々なバリエーションが見られる。沖縄の菓子と三品茶、サーターアンダーギーやチンスコーといった独特の菓子も有名である。チンスコーはもともと宮廷ユかカリの菓子であるため、贈答品などにも利用される。どちらも、 中国などから伝来した歌詞の変形と考えられるが、固有の食文化として定着している。ケージに用いる、町家事、サングアチグアシー、タンナファクルー、クンペン、チールンコウ、ハナボールなど、独自の生菓子も存在する。また、饅、ま、頭類も多く、山城饅頭、農饅頭、天碧膳饅頭などは、那覇市の名物となっている。沖縄県の、前菜は、 本土と異なり、小豆ではなく金時豆を用いる。これは、戦後の米軍統治時代に、放出品の金時豆が大量に出回ったことに、由来している。また戦前から存在した甘菓子と同様に、冷たく冷やして、食べるのが普通であり、多くの場合全材の上には、かき氷が盛り付けられる。特産物である、砂糖きびから作られる黒糖も、 菓子として成立しており、ピーナッツなどを混ぜ込んだものもある。多くは板状のものを砕いた小片の状態で売られており、お茶受けとしてそのまま食べられる。戦前の沖縄において洋風の食生活は全くと言っていいほど広まっていなかったので、実質的には米軍統治時代に伝わったと言っても過言ではない。そのため、食パンやロールパンなどの食事パンは、 アメリカの規格に合わせた本土とは異なるサイズや形状のものが現在も使用されており味もアメリカ風の甘く柔らかいものが多い菓子パンはグラニュー糖やクリーム、マーガリン、ピーナッツバターなどをたっぷりと挟んだ大型で高カロリーのものが親しまれており渦巻きパンは宮古島の名物として知られている 独自路線の商品としては、ヌーベルと呼ばれるタピオカでんぷんを用いた、独特の食感を持つパンもある。また一方で、アガラサーと呼ばれる戦前から存在する素朴な、蒸しパンも健在で、家庭料理として作られる他市場や、スーパーなどでも販売されている。沖縄の特産品である、サトウキビをマドラーにした、サトウキビサワー沖縄には独特の飲料も数多く、 存在する。日本最古の上流酒であり、焼酎の元となった泡盛は、島酒あるいは、島アと呼ばれ、安価で日常的な酒として、県民に広く親しまれている。また県産ビールとして、有名なオリオンビールは、本土メーカーやアメリカ産を抑えて、県内トップシェアを誇っている。ソフトドリンク類では、ピ品茶の消費量が非常に多い。 大手メーカーのみならず県内の中小メーカーからも発売されている。また、ウッチンを煎じたウッチン茶やアメリカの影響で根付いたルートビアなど本土ではあまり親しみのない飲み物もある。また、これもアメリカ占領時の名残ではあるが、アイスティーもよく飲まれる。食堂の夜間に入っている無料のお茶が紅茶であることも珍しくなく、 輸入品の粉末紅茶もスーパーマーケットの棚に並んでいる。祭事に用いる幹に由来する幹、玄米と呼ばれる米を原料とする独特の飲料をも親しまれている。亜熱帯に属する沖縄県では食品が傷みやすく冷凍、冷蔵技術が未発達の時代にはいかにして食料を長持ちさせるか、また、 鮮度の落ちた食材をどう安全に食べるかという点に主眼が置かれた。このため油を多量に用いて十分に加熱する調理法が主流となり、唐揚げ、炒め煮、煮付けなどに代表される油っぽく味の濃い味食うたと称される料理が沖縄県民共通の味覚となった。この傾向は現在にも受け継がれており、市販されている弁当のおかずはほとんどが揚げ物あるいは 炒め物で占められている。なお、食用油と風味調味料の消費量は全国一位だが塩分と砂糖の摂取量は日本国民の平均の7割程度で沖縄料理は意外に薄味とも言える。気候のせいもあって鍋料理の文化は全く存在しないが汁物は非常に多彩で独特のものが多い。ソーセージや卵など多種類の具も入った。 味噌汁が一品料理として成立しているほか、魚のぶつ切りを入れた、魚汁、ハリセンボンをその肝ともに用いる、アバサー汁など海鮮系の味噌汁もポピュラーである。それ以外にも、正月などに作られる豚の臓物の中身汁、白味噌仕立ての稲むるち、すまし汁仕立ての鹿むるち、海藻を用いた、アーサ汁、鯛物随気を用いた、無地汁、 豚のレバーを使った、チムシンジ、牛の臓物を煮込んだ、牛汁、豚の背骨の、骨汁、燻製にした、エラブーミヘビを用いる、イラブー汁、さらに、イカスミ汁、アイラー汁、ヒージャー汁、ティビチ汁、草木汁など、ありと、あらゆる食材が、汁物の材料となると言っても、過言ではなく、また、ジ事ンとして様々な薬効があると信じられている。なお、 沖縄料理では、カビ漬けをしない、アラぶしを用いたカツオだしが主に使われ、昆布、豚骨、豚肉のだしなどと併用される点で、本土のだしとは大きく異なる。ランチョンミートを油で揚げた、沖縄居酒屋のつまみ沖縄では、缶詰や冷凍食品などの利用頻度が非常に高く、これらの加工食品や添加物等に対する抵抗感も少ない。ポークというと本土では、 通常の豚肉を刺すのに対し、沖縄では、缶詰のポークランチョンミートのことを指す。また上述したように生鮮魚介類の消費量は、極めて低いが、逆に、魚類缶詰消費量は、他府県を圧倒して、日本一となっている。これは、食品の鮮度を保ちにくい気候。 本土に比べ流通面で不利な立地、そして低所得者層の多さなどに起因するもので、離島に行けばさらにこの傾向が顕著となる。このため、海に囲まれた島であるにもかかわらず、県民にとって最も身近で日常的な魚は、本土産の冷凍サンマやツナ缶であり、また国産豚肉よりも、冷凍の輸入肉、ポーク缶の消費量が、 圧倒的に多いという逆転現象が起こっている。こうした傾向が男女共に日本一高い肥満率や平均寿命の急激な低下の一因となっている可能性がある。伝統的な沖縄料理の調味料は塩、醤油、味噌、砂糖、酢で、泡盛は料理酒としても用いられる。日本本土から地性的に離れていることや歴史的な経緯から 本土ではあまり一般的でない調味料が用いられることも多い。鹿児島県産の化学合成図であるマルコメスや、すでにアメリカ本土でも見かけることのない、ホリデーマーガリン、エゴーサラダドレッシングなどがその例である。これらはそれぞれ、醸造図、バター、マヨネーズの安価な代用品としてもたらされたものであるが、現在では沖縄県民にとって、ふるさとの味として、 広く受け入れられている。これ以外にも、米国産の酸味の強いステーキソースの A1 ソースや、辛味の少ないフレンチのイエローマスタードなど、他県民にとって、馴染みの少ない調味料は多い。うさちのゴマや白あえのゴマの代わりにピーナッツバターを、よく用いるのも、アメリカの影響と言える。沖縄料理に、香辛料の類はほとんど用いられないが、独自のものとしては、 木立唐辛子の一種である島唐辛子を泡盛りに漬け込んだ高齢グスや八重山原産の島胡椒などがあり、いずれも沖縄蕎麦の薬味として使用される。また沖縄県内で用いられる塩は家庭用、業務用の区別なくほぼ全てが県内で加工された自然塩である。これは1972年の本土復帰後も、 県民の強い要望によって塩潜在法の対象外とされ、本土の塩では出せない味が守られてきたためである。戦後、アメリカの軍政下に置かれた沖縄県では、食文化においてもアメリカ料理の影響を受けるようになった。まず、戦争直後の食料不足の状況下で米軍の軍用食料から供出された豚肉の缶詰、ポークランチョンミートが一般に普及し、 現在では代表的なチューリップやスパムをはじめとする輸入品だけではなく、県産品も製造されるなど大量に消費されるようになった。もともと豚肉は身近な食材であり、市場では塩漬けの豚バラ肉が売られていたため受け入れられやすい素地はあった。缶詰のビーフストゥーやコンビーフハッシュ、キャンベルスープなども家庭の常備食として広く親しまれている。 ツナ缶も沖縄では英語風にトゥーナと呼ばれる。ビーフステーキ、ハンバーガー、ホットドッグ、ピザ、タコスといったアメリカ風の料理も日本本土より早くから普及し、1963年にはハンバーガーチェーン店の A&W が進出した。これはマクドナルドの日本進出より8年早い。こういったアメリカ文化の影響は、 それまでの食生活に少なからず影響を与え、タコライスや、ポーク卵、ケチャップ焼きそばなどの新しい料理を生み出した。また祭礼とは、無関係に A&W のフライドチキンを持ち帰り、ご飯のおかずとして食べる監修が、後にケンタッキーフライドチキンが沖縄出店した際にも同様に行われた。これが沖縄独特の監修として取り上げられることがある。 アメリカ風中華料理の存在も特色の一つである。上述したように戦前の沖縄には外食文化が存在しなかったため、中華料理も中国や日本経由ではなく米軍統治時代に初めて一般的なものとなった。このため、日本の他地域ではあまり見られないチャプスイや早期の味噌に牛肉ピーマン炒めといったアメリカ由来の中華料理が根付いている。 1980年代以降には、ブラジルペルーアルゼンチンなど、ラテンアメリカ諸国の料理が紹介された。これは、明治以降この地方に移住した人々の2世、3世が、本国の経済悪化と日本の後継期により帰郷し、移民先の料理を広めたためである。ローストチキンパステースコシーニャなどの肉料理が中心であるが、県民の思考に合致して普及し、現在では、 沖縄の新しい食文化として定着している。ありがとうございます。